はい、どうも竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学国語のなぜということで、こちらですね、尊敬語と謙譲語ってね、何が違うのということで、敬語の中でもね、尊敬語と謙譲語の違いはいまいちね、ちょっとね、分かんないよっていう人がいると思うので、今回ね、こういう風なタイトルで動画の方をね、作ってみました。ではですね、早速解説の方をやっていきたいと思います。はい、ではですね、まずこの敬語とはっていうことでね、敬語ってね、何ですかっていうのを大雑把に見ていこうと思います。敬語というのは尊敬語、謙譲語、丁寧語ね、ここに書いてある3つが、合わさって敬語と言いますよと。敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語があるよと。で、この2つね、尊敬語、謙譲語についてメインでね、詳しく見ていくので、ここではね、ちょっとこの丁寧語、これだけね、簡単に触れておきます。丁寧語っていうのは、ここに書いてあるように、文末に、ですとかね、ますをつけて、聞き手、話を聞いている人や、読み手、文章を読んでいる人に対してのね、丁寧さを表す、そういうふうな敬語になりますよ、ね。だから丁寧語はね、わかりやすいと思います。で、じゃあ、メインでね、やっていく、この尊敬語と謙譲語ね。まず尊敬語について見ていくと、尊敬語というのは、ここに書いてあるように、目上の人の動作や行為を高めるために使う敬語になりますね。ここがポイント。目上の人ね、自分より、その、なんていうかな、自分が尊敬する人とかね、敬意を表す相手ですね。その、目上の人がね、行っている動作とかね、行為に対して使うのが尊敬語になります。だからイメージとしては、自分がいて、目上の相手がいて、こうね、相手をこういうふうに、こう、上に持ち上げて、高めることで、こういうふうにね、私よりあなたが上なんですよっていうね、目上の人への敬意を表す、そういうふうなね、敬語になります。で、具体的な例、例えば先生が話すね、先生って一応目上の人ですよね。で、先生がやる、動作行為ですよね、この話す。だから先生がやってるこの話すっていうのをこういうふうに高めてあげる、ね、ために使うのが尊敬語で、どういうふうに高めるかというと、先生が話すがね、お話になる、もしくは先生が話されるっていうふうにね、こういうふうに、お、なんなんになるとかね、なんなんれる、なんなんられると。こういうのをね、つけることで、このね、目上の人のね、この話すっていう、これで言うとね、この行為動作を、尊敬語にすることができて、こうね、上に高めるよっていう形ですね。だからこの、あくまでもこのね、尊敬語っていうのは、目上の人、ね、相手がやる動作とかね、行為を、高めるために使う。上に上げるために使うと。で、一方、じゃあ、謙譲語は何かというと、謙譲語はですね、自分の動作行為を減り下った言い方にするために使う敬語ですよ、ね。どういうことかというと、さっきはね、この目上の人の行為をこう上げてあげたと。今度は逆に、自分がやる動作とか行為ですね、を下げた言い方をする。減り下った言い方をすることで、自分をこう下げて、で、相手に対してね、あなたが上ですよっていうね、この目上の人への、ね、敬意を表すというのが謙譲語になります。だから謙譲語は自分の動作とか行為に対して使う敬語になります。例えば、私は先生を待つ。ね、これ待ってるのは私ですよね。だからこう先生に対してのこのね、敬意を表したいなら、この自分がやってる動作ですね、この待つを減り下った言い方、ちょっとね、下げた言い方をしないといけないよということで、どういうふうに言うかというと、私は先生をお待ちすると、こういうふうに元のね、言葉にをなんなんするという言い方をすることによってね、自分をこう下げた言い方をする。それによってこのね、先生に、ここでこの文で言うと先生、目上の人に対しての敬意を表すよという形ですね。ちょっとね、今回はね、この特別な言い方をする尊敬語、謙譲語はね、ちょっと次の動画にね、時間がちょっとかかるので回したいと思うので、最後にもう一回この尊敬語と謙譲語でね、復習をしておくと、尊敬語はね、この目上の人、相手をね、こう高めた言い方をする。だから相手の動作、ね、目上の人に対しての目上の人にっていうか、目上の人のね、やる動作とかね、行為に対して使うのが尊敬語で、このね、話すっていうのだったらお話になる、話されるっていうふうに、このお、なんなんになる、なんなんれる、られるっていうね、この目上の人の動作にこういう言葉をつけることで尊敬語にできますよと。で、謙譲語はね、こう自分の動作行為、ね、自分の動作行為がこうやってこうね、減り下らせることで相手への敬意を表すと、ね。だから自分の動作行為に対して使うのが謙譲語になりますよと。で、例えばこのね、私は先生を待つだったら、私は先生をお待ちするっていうふうに、このお、なんなんするっていうのをね、元の言葉につけることで減り下った言い方ね、自分をこうやってちょっと下に落として、
相手に対する敬意を表すことができるよというふうな形になります。はい、でじゃあね、ちょっと次回でね、ここのところですね、ちょっとできなかったこの部分をね、また解説したいと思います。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。まあ、竹の子塾はね、こういう解説動画以外にも語呂合わせのね、動画なんかもやってますので、まあ、よかったらね、リクエストありましたら下のコメント欄の方にコメントお願いします。まあ、あとは、竹の子塾ね、 Twitter、Instagram、Facebook じゃないと、ホームページやってますので、よかったらね、そちらの方もご覧になってください。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうもありがとうございました。